こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今日はですね、ガラスメガネのガラスレンズ のカラーについてちょっとご説明したと思います。ガラスレンズ最近非常に少なくなってきたんですけど、やっぱり根強いガラスレンズじゃなきゃっていうそのお客さんも結構実際いらっしゃるんですよね。非常にこのクリアな見え方するっていうことと、傷に強い、そういうことが、ただの欠点としては重いのと、落としたら割れるってことですよね。でカラーもね、限られちゃうんですよ、実は。ホヤの場合ですと、大体もう茶系の色しかないんですよ。いろんな、例えば有明カラーとか、ああいう染めることはもうちょっと不可能なんですよね。しかも決まった色なんですよ。アンバー15、25って。大体、15って言ったら、アンバーってちょっと茶系なんですけどね。これぐらいの色ですよね。ちょっと若干違うかもしれませんけど。これが15の色。で、25ですと、これ足したような色。こういう2種類ぐらいしかないんですね。そういうことで、ちょっとカラーに関しては、ちょっと制約がありますけどね。いずれにしましても、透明度高いっていうのは確かありますよね。やっぱり、プラスチックと違って、そういう、根強いファンいるっていうのも、わかりますけどね。いずれにしましても、そういうレンズも、ありますので、どうかよろしくお願い申し上げます。